こんにちは。その道の人になろうと思ったら、やっぱりね、継続していくことっていうのは必須ですよね。大事というよりも、それがないと、どんなテクニックを言ったところで、どんなね、ご託を言ったところで、まあ休憩に等しいかなと思います。まあ、例えばこの道10年っていう人もいますけども、適度に休みを取ったりね、長期休暇があったりとか、まあいろいろあると思うんですよ。ただやっぱ吉田さんもそうですけども、私もその映像作品をもう8年間切れ目なく作ってるんですよね。これ映像作品ですからね、だから映像クリエイターと言ってもいいわけですよ。 YouTube を始める人で中途でやめてしまう人山ほどいます。私が思うのは、今まあ思ってないんですけど、実はね、1日やめたら今まで継続してたものがパーになってまた1からだと思うんで、多分どんなに動画を作れない環境にいても何とかしてやるでしょうね。形だけでも今日アップロードしたぞとかね、やっておかないと途切れるってことになるわけですよ。まあ今そういうふうな懸念は全くないんですけども、余裕なんでね、そこまで追い詰められてないんですけども、やっぱりそういう気持ちがほとんどの方にはないんじゃないかなと、ね、例えばどっかで工場勤務を30年してきましたっていう人でも、土日を休んだりね、連休取ったりとかしてるわけですよ。要するに勤務が途切れてるわけなんですよ。まあそういう競争してるわけではないんですけども、切れ目なくやってる人と、やっぱり適度に休みを取る人と、やっぱりどっちがね、先んじてるかってことですよね。この連続するってことが非常に力を生む上で大切なのかなと思います。まあブログをね、1年間更新する人とかはすごいと思いますよ。それをね、やりたいと思うんだったらね、やりたくないけどただ記録を作るためにやるってことでは、本当に1年間やっても濃さが違うしパワーが違うんですよね。で、私は YouTube をめちゃくちゃやり込んでますけども、これは手段としてやってるわけじゃなくて、もう YouTube 目的なんですよね。自分の、まあ、ライフワーク、ライフスタイル、まあ、仕事と言ってもいいです。仕事って言っても収入を得るための仕事ではなくて、やっぱね、仕事にこう使えることなんですよね。YouTube ってものに自分をぶち込んでいって、で、そこから自分のあらゆる時間、概念、お金、仕事、こういったものを全部構築していると。で、YouTube がなければ私の今の人生はないですね。なければ何をやってるかっていうと、おそらくあのまま麻雀店をやって、2016年ぐらいにはどちらにせよ潰れて、で、今借金を返しているところだと思います。一戸建てを持つとか、結婚して子育てとか、それからね、まあ、今度届きますけども、今度はセルシオが届くんですよ。レクサスじゃなくてね、もう一回セルシオに乗るつもりなんですけども、そのセルシオがね、今陸送をかけて届いてるところなんですけども、まあ、そういう人生はなかったでしょうね。もちろんナイトライダーもないですよ。 YouTube がなければそういった人生だったと思います。でもこれ YouTube に限ったことじゃなくって、何か道を引こうと思ったら途切れたらダメなんですよね。道を引くっていうのは途切れてしまうと、道路が途切れていたらそこから先進めないですもんね。私たちは道なき道を作っているわけなんですよね。本当にまだそこには砂漠もないわけですよ。もう無の空間です。無の空間に映像作品っていうものをどん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 積み上げて、一歩一歩進めるようにしてるんですよね。その進んだ道路を何人かの方がついてきてくれるっていう形ですかね。そして自分もやってみようって方、私の影響で YouTube を始めた方、私と同じような YouTube の展開をしている方、本当に多くなってきてありがたいなと思ってます、ね、チャンネル登録を稼ぐために一生懸命やってると。そしたら私もその方を紹介する。そして私の紹介により、一人でやるときよりもチャンネル登録の増え方が多かったり、 YouTube を始めた速稼塾の塾生さんが、その YouTuber、 速稼塾 YouTuber さんの間で交流が生まれて、出会いがあったりね、今お中元を送ったりとか、お誕生日おめでとうの動画作ったりとかして、ものすごくいい世界ができてるなと思います。もうそこには孤独はないです。一人なんだけど孤独はない、出会ってはないけど出会っている、そんな感じですよね。これからもね、 YouTube にしっかりと力を込めていきたいなと思ってます。まあ、でもね、やっぱりブログを10年ってのはすごいですね、これは ね、 ね、メルマガの川島さんって多分今でも続けてると思いますけども、でもね、イチローさんも毎日野球やって引退しました。だから私たちが休憩するときって、もう引退するときなんでしょうね、きっとね。そのぐらい腹くくってやってる人がいるわけですから、生半可な人は通用するわけないと思いますね。まあこれに一発かけていきましょうっていう話ですね。一球入魂。
ってらっしゃい。